オミアルディージャー25番の高山和馬です。オミアルディージャー26番小島雅人です。だいぶ早口だね。そういうもんで、いや宮崎キャンプ1日目、はい、テイク2、ね、終わりましたけど、はい、これテイク2です。テイク2撮り直し終わりましたけど、馴染めてますか？馴染めてる、まあまあでも話せる人と話すなってるよね。じゃあまあぶっちゃけトークということで、ぶっちゃけね、実際いいよ、いいよ、まる選手が怖かったとか、うん、実際まる選手は優しかったみたいなのを求めてると思うんで。なるほど、それを話していきましょう。ああいいよ、じゃあカズマから。えいいよ、カズマからでしょ。実は菊池選手は顔が怖そうだけど、すごく優しい。実はね、そうで、まあ、一番、うん、ちょっと同種だなみたいな感じ、うん、同種族だなっていう風に感じたのは、うんうん、メロ君。メロ君ね、今井選手、カズマにめっちゃ似てるから、顔が。コメロです。メロ君の子分みたいな。コメロです。ね、じゃあマストは。怖い人、うん、怖い人誰だろう。怖い人っていうか、まあ、怖そうに見えてとかでもいいし。怖そうみたい。あ、意外に大輔君とか。渡部、うん、ちょっとクールというかね。あ、まあ、確かに色も黒いし、ね、うん、そう雰囲気ガングロだもんね。そう雰囲気でも意外と喋ってみたら、うんうん、優しいんだよねやっぱ ね、 ね。でもで優しい、ガングロさんの裏には優しさがあるみたいな、ね、いい人的な感じ。誰だろう、いい人、誰だろう、いい人。渋谷さんとかでもいいよね。監督じゃない、誰だろう。まあメロ君もそうだけど、うん、誰だろうな。でもメロ君すごい話しやすいよ ね。やっぱユースの選手の中ではやっぱメロ君人気だよね。メロ君人気かもね。絡みやすいっていうのでね、うん、さっきも面白かったし、ね、面白かったね。食事の時とか、食事の時も面白いし、うん、そういうとこ学びたいよね、うん、ね。あの明るさちょっと無理だな、ね、無理だなあれ、うん、あれ無理だわ。それは分かるわ。あれは無理だ、あのテンションは。朝一とかあのテンションとかきついもん、多分、うん、ちょっと朝一だったらちょっとイラッとするかもしれないけど、ちょっと絡めないよね、朝一だったら。まあお昼あたりは徐々にね、全然そうウェルカムだよね。そう、それだったらいいけど。小島さんからどうぞ。どれから。まあ少しでも早く試合出れるよう頑張ります。1試合でも多く試合に出て勝利の歌を歌いたいんで、みんなスタジアムに来てください。